はようございます。速稼塾の久保です。いや、大変なことになりましたね。まあ、一部の方しかご存じないのかもしれませんけども、あのマツコデラックスさんがですね、大変なことを言ってしまったんですよ。これはね、何が大変かっていうと、有権者をやっぱりね、バカにしちゃダメですよね。マツコデラックスさんってもともと人をバカにしながら今の地位に上り詰めた、ものすごく今ではね、影響力のある人、それからファンも多い人で、強者になったわけですよ。もう年収もすごいありますしね、いろんな番組抱えたりとか CM どんどん出たりとかして、いろんな方から支持されている、ものすごくね、有名人、強者になったわけ、強い人になったわけなんですよ。でもその強い立場から、一人一人では何もできない小さな力なんだけども、でも自分を代表してくれるような政治家さんが現れたんで、力を合わせますよかっていうようなね、そんなね、数十万人、100万人という方々に対してやっぱりあれはないなと思いますよね。相当あの人をバカにしないと言えない言葉だと思います。あれはあの集まってね、やっぱり気持ち悪いっていう言葉を言われたらどんな気持ちがするかっていうのは、マツコさん自身が一番分かってると思うんですけどね。そういうふうに自分があの受けてダメージを与える言葉を今度は攻撃に使ってるわけなんですよ。これはあまりにもひどいなというふうに私は、ね、思いましたね。プラスああいった事件を捉えて、あの立花隆さんの支持者さんと、それからマツコデラックスさんを捉えて、まあ、あのいろんな、ね、アクセスを集めるために YouTuber がいっぱい出てくるわけ、私もやってますね、そういえばね。だからああいうトレンドに乗っかる人が出てくるっていうことを考えると、その5時に夢中っていう番組でちょろっと出たところで、もう無数の YouTube から あれはないだろうと、俺も投票に行ったのに何が気持ち悪いんだとかね、投票率が下がってる時に投票にわざわざ行った人に対してふざけた投票をしてるみたいな表現で、まさに、ね、投票率落とそうとしてるわけなんですよ。これだから自民党戦略ですよね。要するに権力の犬になっているっていうふうに解釈されても、ちょっと拡大解釈かもしれませんけども、そうこじつけられてもしょうがないネタを今回はね、やってしまったんですよね。だってマツコさんのファンでありながら、NHK から国民を守る党に投票ね、行った方に対してはどう弁解するんだってことになるんですよ。それはもうね、すごい悲しい思いをさせたんじゃないかなと思いますよね。まあ、私がね、そんな人のことを心配してる余裕があるのかって言ったら確かにそうなんですよ。はい、じゃあこのぐらいにしといてですね、今日お伝えしたいことっていうのは2つあるんですよ。1つはですね、速稼塾のポータルサイトに2つじゃない1つか新しいコーナーができました。ザ・参院というコーナーですよね。そして今日の更新情報では、ある方のね、YouTube を紹介しています。これから始めよう、こういうところから始めようっていうのにうってつけの動画がありましたんで、こちらのね、イオンモールかなんかのお買い物に行ってるところの謝罪動画だと思うんですけど、こちらの方を作りましたんで、ご覧いただければと思います。プラスこれはコーナーにしました。ザ・参院というコーナーです。まあ、ある特定の方の動画をずっと見ていて、あ、これはなかなか参院のいいところ出してるなっていう気がしましたんで、ちょこっとコーナーにしてみましたけども、ザ・参院ということでね、普段参院の発信ってそんなに多くないんですよ。広島県県北とか、それから岡山県県北とかね、鳥取とか島根の放送っていうのはちょっとないんですよね。だからこちらの方を一生懸命作ってくださる方をちょっと支援したいなって気持ちもしてるんですよね。まあ、私の支援なんてそんなに大きな影響力はないと思いますけども、まあ微々たるものでもね、本当に一歩から二歩からっていうところなんで、私もね、自分に影響力がないと思えば思うほど人を支援しようかなと思うんですよ。そういったことのこうね、寄せ集めといいますか、合わさった力が大きな力を生むと私は信じております。これも凡事徹底の一部だと思いますので、まあ、そうすることによって多分、活動の励みになるんだったら、私はね、それに越したことはないかなと思うんですよ。現実今ね、日本から遠く離れた、飛行機で40時間ぐらいかかるマイアミからですね、メッセージ毎日送られてきますよ、ミスターマイアミさんっていうね。だから同じこの日本にいて環境が整っていて、本当やる人ってのはそんなにたくさんいないんですよね。でもマイアミで、7月だったんですかね、速稼塾に入られた方がもう意欲を持ってね、いろんな発見をもとに動画をどんどん作っていって、これがね、またね、内容がどんどん良くなっているわけですよ。で、本人さんもすごく希望を持っているというところで、皆さんもね、稼ぐための第一歩に YouTube を選んでいただけるなら、YouTube をちょっとね、作り続けてみるっていう、そういう風なね、日々を送ってみてはいかがでしょうか。何にしてもですね、プロがいるところに参入してくるわけですから、プロがやってる以上のことをしないと勝てないんですよ。例えば、FX の世界には、まあ、私のね、すごく尊敬する中丸トレーダーっていうのがいるわけですよ。とてつもないプロですよ、これ。で、僭越ながら私もいます。もう2年ぐらい無敗です。で、こういう人がいるところに乗り込んでくるわけですから、行動量、作業量、理解量っていうのはもっともっと上げていかないと、自分を鍛えていかないとずっとかもですからね。で、YouTube の世界もそうですよ。YouTube の世界ではすでに、私なんてもうどうってことないですけども、並みいる YouTuber がいるんですよ。
安定的に稼ぎ続けて YouTube の世界では有名だっていうのね、ジョーブログさんみたいなのもいるし、ヒカキンさんもいますし、寿司ラーメンリクさんもいますし、この辺だって知らない方いるでしょ。むちゃくちゃ力が強い人ですよ。まだまだ私名前を出そうと思ったら100人ぐらい出るんですけども、ヒカキンさんとかはじめ社長2人で終わるぐらいのものではなくて、むちゃくちゃいるんですよ。それこそ何ですドライブ動画をねずっと撮ってるあやとサロンさんとかね、もうものすごいいるんですよ。じゃあここに参入するのに、プロとして活躍してもう知名度も上がって、むちゃくちゃね動画を量産している人以下の作業量で勝てるんですかってことですよね。しっかりやっていかないとなかなか自分の稼ぎをね、自分を養うことはできないんじゃないかなということでございます。あと1個ぐらいあったかな。インボイン制のことは昨日初め話したからいっか。インボイン制がね、皆さんのところにね、例外なく来ますからね。例外があるのは投資家さんだけじゃないですかね。インボイン制ね、これインボイン制また詳しくやりますけども、皆さんね、インボイン制がね、消費税の後に来るとてつもない恐ろしい制度ですよ。とてつもない恐ろしい制度なんで、消費税が 10% になった後、今度はインボイン制で中小零細企業が一網打尽にされて全部値返しにされると思ったぐらいがいいです。年商が1000万以下とか500万以下の方はもう適面で、旬ですよ。もう本当にね、不正でもしないともうね利益が残んなくなってきます。本当にそんな感じになってきますんで、よくねこんなね、決まりを作るような政党を我々は選んでしまったなと反省しなければなりますよね。そういう意味でも今れいわ新選組とか NHK から国民を守る党って2つがですね、なんか問題を解決してくれる最後のチャンスになるんではないかなと思います。少なくとも今既存の、与党とか野党が我々のために何かをしてくれるってことは全く期待できないと思いますね。まあ、新しい風を、ね、取り入れていく時期が来たんではないかなと思います。今回は以上です。ありがとうございます。